うわー、これすごくない？うまそうなだね。100円ってすごいよね。マジで真っ黒。一人前から頼めるらしい。うまー。どうも、なとこです。今回長野に来ました。今回紹介するお店がこちら、博多スタンダードさんです。ということで、博多スタンダードさんっていう、もともとは福岡にいろんなお店を展開してるところなんやけども、東京に高円寺にあって、中野にも進出したっていうので、ね、今日ここ来ました。なんでここ来たかっていうと、オーナーさんがずっと前から見てくれてて、この度ご連絡いただきまして、いろんな評価とか見た時に、めっちゃうまそうやなと思って、今回来たんやけど、めっちゃよかった。あと、酒飲みに嬉しいのが、丼安っていう飲めば飲むほど安くなるっていうシステムがあって、4杯目から100円になるの。博多料理もあるし、そうじゃないのもあって、綺麗やし使い勝手も良くて、すごい良かったので、今日はここ紹介します。この辺いろんな飲み屋もあるから、はしご酒でも見たので、よかったら本編見てみてください。行ってきます。今日やばいね。とりあえず乾杯しようぜ。お疲れ様です。お疲れ様。やばい。あー、しんどい。最高か。今日はちょっと博多がテーマということなんでね、博多のいろんなもの食べれると思いますけど、買ってこうよ。仙台もすごい綺麗だね。ね、めちゃくちゃ綺麗だね。最近6月も集めてきたって言ってたからあれやったけど、本当ね、偶然にもね、BB 中のすぐ裏にあるっていう奇跡で。メニューを紹介します。ということでね、これがまず風のメニューで、いろいろね、ずらっとあります。まあ、とりあえずっていうものから、焼き鳥ね、博多のグルカを、グルって分かれてるやつね。我ら、博多大好きやからな。串系のメニューもあれば、一品料理っていうのでね、いろいろあります。アジフライとかもあれば、カニクリームコロッケとか、値段も全体的にリーズナブルだけど、偶然ハムエッグってあんまないよね。炭火焼きなんだ。結構分厚いところかな。こういろいろかまぼこの明太バターとか、これもいいね。唐揚げ1個から頼めるっていう。本当だ。っていうので、こういろいろあります。で、ご飯物も明太子のおにぎりとかもあるし、締めのラーメンとかもあったりっていうので、いろいろあるって感じ。他にもおすすめっていうのがあって、まあ、もつ鍋とかもあれば、うわ、いいね、とろきも刺し。惹かれるね。ね、ホルモン焼きっていうのもあるし、肉刺しとか、あとまあ鮮魚系もあるし、肉から魚まである感じになってます。ほんでね、これドリンクなんやけども、とりあえず一旦生ビールまあ頼みたかったら言ったけど、やばいのこれね、これ丼安っていうシステムじゃないけど、配数によって安くなっていきます。100円になるのが早い。4杯目から100円だし。対象の商品っていうのがあるけど、レモンサワー、バイス、ハイボール、あと芋、麦、日本酒、茶割りいけるらしい。これ変えていいのかな？変えていいよと思う。やば。すごいよね。あとまあちょい飲みセットっていうのがあって、19時までであればドリンク2杯とお任せおつまみっていうのもあるって感じ。でビールもあれば、ハイボールとかもサワーもあるし、500円でほぼ書いてるけど、最初の1杯が500円みたいなもんやからな。そうだね。チャージ料はあるけども、こんな感じになっております。で、これ別メニューで、日本酒のお品書きっていうので、いろいろザラーって、1杯から680円なんやけど、こっちでもね、焼酎がザラっていう風にあるので、ワインはないけど、それ以外品揃え豊富である感じかな。昼ご飯も来たりする。これ、明太子とからし、ご飯、味噌汁を食べ放題らしい。やばいね。すごいよね。っていうのもあるんでね、これは今回しないですけど、っていう感じなんでね、いろいろ賛同していきますか。そうしましょう。名物の黒つくねってのがあって、その辺とかもね、行きたいと思ってるんだけど、いろいろ検討します。ちょっとね、いろいろせっかくなんで今回は、店員さんにおすすめを聞きました。なんで、店員さんのおすすめに従いつつも、ちょっとプラスアルファで、なんか頼んでいこうかなって感じで、まずこちら来ました。博多のごまサバです。博多と言ったら、もうごまサバでしょ。いやー、うまそうな断面。これめちゃくちゃ綺麗やな。うまそうだね、これ。いいね。我々旅行に行ったら絶対食べる。絶対食べるな。これな、マジで酒のオーバーだな。いただきます。うまい。ごまが効いてるけど、ちょっとね、甘みもある。うまいな。日本酒も行きたくなりますね、これは。確かにね。うまい。冷静に考えて丼安日本酒もいけるすごいよね。マジで1個の銘柄やけど、いやでも身がすごいブリブリしてとても美味しいあてでございます。いろいろ来るからね、楽しい待ちましょう。そうしよう。はい、次はねこちらにしました。これおすすめのところに書いてある肉刺し盛りっていうので、なんとまあ綺麗なことで美しいね。美しいよね。まずこれがミスジ、こっちが豚タン、奥にいるのが結構びっくりないけど、これももなんやって。ももってこんな刺し入るんや。綺麗だね。めっちゃ綺麗で、ちょっと炙ってるらしくて、あと蜂の柚子胡椒とニンニクで、タレがね、こういうタレがついてきた。これなんやろ。あ、ごま油。じゃあ溶かしますよ。あ、すごい硬い。いい弾力だ。うわー。しかもこれ嬉しいのが下にオニスラ敷いてあるやん。あ、嬉しいね。実質オニオンスライスただでついてくるみたいなもんやん。すごい。ニンニクでいってみようか。いいね。みすじいただきます。これは多分タレつけるやつだわ。今つけてなかった。今俺つけずに食べちゃってめっちゃ美味しかったけど、多分タレなのでもう一回やります。じゃあちょっとみすじからいきます。いろいろおねぎを、ニンニクと特製のタレをね、はい、いただきます。うわうまっ。拝んでるじゃん。カリうまっ。甘いね。でも弾力すごいしっかりしてるけど、肉肉しさはあるけども脂が上品。肉の甘みか、タレじゃなくて、タレのごま油の感じもいいねんけど、ベースのお肉の油がね、甘い。そこに甘さだけやない、ちょっとパンチ加えてる感じ。これうまっ。これお肉に卵黄を絡めてもいいし、お肉どけといて卵黄をあえておにさらと一緒に食べる時もあれば、お肉単体で食べる時とかいろいろ食べ比べてもいいかもしれない。うまいっす。ちょっと待って、紹介するわ。こちら今7時1分から来てるからできないんですけど、本当こうちょい飲みセットっていうのはビールとかも何でも2杯分いけるらしいので、ハッピーアワーと思ってもらったらね、いいと思います。ちょっとお会いします。せっかくやのちょっと飲みやすいっていうか100円になるの早すぎると思うけどな。4杯目以降か。でも100円なんでしょ。だって3杯目も300円やから安すぎるね。頼みます。じゃあリュウもぜひぜひ。じゃあ僕に貸してもらおうかな。これはいいものですよ。いいお肉。うわいいね。こうなるんですよ。なるほどね。うわそれ。シンプルに貸してもらおうかなと思ったね。うわいいけど。うまそう。いただきます。同じ完成です。心の中爆うま溶けるね。うんまい。口の温度でなくなりました。なんか溶けていくよな。多分みすじはもうちょっとももにかけて弾力あるんやけど、ああいいっすね。始まりましたね。じゃあ2杯目いきましょう。いきましょう。さあ我々も盆安の時間が始まりました。僕はレモンさん。ではハイボール。うん、ちょっと甘みのあるレモンサワーだ。薄さ入ってるのがいいね、これまた。甘さはあるけど後にちょっと引きづらいというか、ちょっとドライさもある。すごく飲みやすい。ちょっと俺も桃食べたい。綺麗なこのほんまサシがよ、ピンクだもんね。いろいろ薬味があって嬉しいね。これごま油つけて柚子もつけるべきなのか。まあいいよね。さっき食べた感じ柚子胡椒美味しいと思うよ。仕事で依頼もらってからあえて店員さんに何も聞かないスタイル。自力でね、これ自力の。じゃあこれでうまー。タレすごくお肉だろうね。そうだね、タレうまいね。あーうまっ。豚玉いくか。これちょっとにんにくかな。そうだね、なかなかの厚切りだね。じゃあこれシンプルにこれでテリテリやん。テリすごいね、ピンク色です。本当にオーナーさんにいつも見てますって言われて、今回素敵なお店やなと思って来たけど何も言わない。もう感想何も言わない。いいじゃん、セリオ。てか普通にシンプルにうまいもん。それだ。見てわかるやろっていう。いやうまいわ。他にも最初に黒つくらとか頼んでるから、その辺もね移動紹介していこうと思う。じゃあ待ちます。OK ね。次頼みましたこちら。バッていっぱいいきたいけども、まずこれがここのグルカワ、皮を巻いてるやつだよね。でこれ3種類の味があって、タレ、柚子胡椒、明太。見た目の違いはありません。わからないね。絶対分からなくなる。でこれとあとプラスこれがすごいよね。黒つくねっていう。これなんで黒いんですかって言ったら竹炭を混ぜてるらしくて、マジで真っ黒。お皿と同じ色してる。おおすごい、こんなつくねあるんや。であともう一個はこれ箸休め的にもいいかなと思ってごぼうチップスを頼みました。つまみながらっていう感じでこの辺もいこうかなという。これいくわ。竹炭って入れても味そんなに変わらんのかな。そんな変わるイメージじゃないけどね。からしとのコントラストがすごい。そうこれはつくねかみたいな。じゃあちょっといただきます。ちょっとさっぱりしてる。でもからしがうまいねこれ。めっちゃギュッて詰まってるというよりかは程よくほどけていくような感じの作りで、竹炭が味とかは分かんない正直。見た目なのかな。これすごく美味しい。断面どうなってんのやろ。ちょっとこれかじってみよう。うまい。中もマジで真っ黒だね。おいしいすごく。やっぱタレがね全体的に結構甘めやからすごい余韻が残りやすい。でそれをお酒流すからすごく相性良くていいかも。次何こうハイボールといくかな。じゃあ俺レモンサワーにしよう。逆になまたお借りします。2杯目ハイボールにしました。これがレモンで逆転でハイボール好き。僕今頼んでないんだけど1個頼んでたのがね来たんで紹介します。こちら博多といえばみたいなとこあるけどもつ鍋1人前1280円するんだけど俺1人前から頼めるらしい。ありがたいありがたいよね。で今回頼んでるのが1人前の量だから4人とかで来ても1人前でいいらしくて、ホルモンもあるし豆腐とかもあれば、あとこっち側にごぼうもしっかり入ってる感じです。ニラがしんなりするまで待ってくださいということなのでもうちょい待ちます。じゃあちょっとその間にね食べようかな。一旦王道にタレいくわ。じゃあこれをうまそう。何やっけ、なんか有名なお店食べに行ったよね。川が有名な座敷の福岡で、福岡何やっけな、名前忘れたな。思い出したらちょっとテロップ出してきます。俺やっぱね胸肉いるからね。ねあうわーゆずちょっと食べるのか。練り込んでんのかなこれ。内側に塗ってんのかな。塗ってるのかね入ってんのか。あそっちかどっちだろうね。これシャッフルしたらマジで分からへんね。どうほんのりする。乗ってんのかな多分。むっちゃ分かりやすく水がバンってくる感じじゃないけどほんのりやな。いらっしゃる。うん明太子もいってみますよ。あれもやっぱり違いは分からんけどね。そんなにやっぱどれも強くはこんけどタレとかに比べると後にちょっとピリピリっていうのが残るわ。風味って感じか。うんほんのりやけど飲めますこれは。もっとがいい感じやってきたけどこれどうしたんやろ。結構グツグツなってきたよね。まだいきますね。ちょっとだけ弱火にしときましょう。その間にねごぼうチップスも。こんなシンプルでしょこれ。シンプル当てでしょ。ごぼうチップス食べたことある人結構多いと思うけどもシンプルにうまい。ごぼうの風味がね噛んでいくにつれてこうやっぱより深くなっていくから最初はこうちょっとサクッとないけどね後にこのごぼうの香りが鼻に抜けて当てです。肉鍋食えるのはいいね。いいね。肉からやからないい感じになってきたので全然一人前にこだわったらいいんじゃないのこれ。結構あるねえ。これ一人飲みとかやったらそれこそ7時前に来たらちょい飲みセットとこれで結構いい感じになることで。確かにこれに明太おにぎり頼んでもあこれぐらいだったらいいでしょう。美味しそうだね。これにもっと豆腐ぐらいかな。まあ野菜がいやだからほんまね野菜チャレンジ。あ野菜チャレンジで間違えた。ほんまに当たる。ちょっと待って。楽しそうな人いる。いいな。そんなこと言ってる場合じゃなかった。って感じで食べました。じゃあちょっといただきます。うん、うめえ。味はしっかりしてるけどもつ鍋もさむっちゃ濃いところとすごい浅いところが振り幅あるやん。マジ間ぐらいめっちゃちょうどいいよこれ。うまい。あこれ肉刺し盛りとかは1080円なので別にそれがそんな高いと思わんけどコラボすると1280円なんよ。すごいよねこれ。これだってめっちゃいいわ。あっさりしすぎずこってりしすぎずでちょうどいいっす。これ麺とかないのかな。締めのそう多分ないのか。これシンプル麺あってもいい気もするけどね。マジでうまい。いいね。マジでめっちゃいろいろあるから、いろいろ好みで頼んだ方がいいけど、とりあえず一組一もつ鍋頼んだ方がいいと思う。うまい。お前龍も食べてみてくれ。マジちょうどいいやバランスやねこれ。ちょっと豆腐はねあまりにも危ないんで、もつを生かしてもらいます。めちゃくちゃちょうどいい塩梅の。うん。あ、ほんとだ。あっさりすぎず、こってりすぎず。そうだね。あ、でも好きな味だな。麺でもいいけどさ、卵と米の雑炊セット欲しくなる。締めで雑炊食べたいよね。ね。やっぱりずっと食べちゃう。そうやね。なんか食べてても飽きんよね。あのフィルターだもん。なんやねんその首かしげるの。あ、飲んでる。おかわりしましょう。これほんまにちょうどいいね。二人とも全然ちょうどいい。飲みやす三代目。麦ソーダにしました。お互いね。うい。あ、いいね。あ、うまい。あ、最高だね。あ、うまいわ。すごい華やかな味で美味しい。これも別におすすめされたわけじゃないんだけど、むっちゃ気になるのがあって頼みました。これ多分あんまり見たことないんじゃないかな。こちらこれすごくない？ハムエッグとかは結構流行ってるんやけど、これ炭火焼き雲仙ハムエッグ、パンチがすごいよね。いやパンチがすごい。雲仙ハムってやっぱ分厚いからさ、分厚くくるかなと思ったらやっぱあもちろん分厚かったね。580円からね、めっちゃ安いよね。半熟の卵焼きとハムが厚さで雲仙ハムがついて、ちょいのみセットもつ鍋もいいんですけど、ちょいのみセットこれ明太おにぎり最高だね。はい、もう完璧ですこれ。確かに名産みたいな。探偵か。なんかハムエッグとかは聞くけど、雲仙ハム使ってるハムエッグって聞いたことないもん。でかいね。ちょっと、いやでかい、マジでかい。これちょっとからしマヨネーズ。うわー、うまそう。いただきます。マジで QOL 上がります。うまいな。雲仙ハムってさ、分厚いがゆえにハムとチーズの交互にしてるチーズハムカツとかチーズなくてハムカツとか好きやけど、やっぱ食べた時のボリュームと重厚感がやっぱ雲仙ハムは違うからさ、これうまいわ。じゃあこういうことやね、本当は。こうやって、いやーいいね。雲仙ハムエッグ定食あったら俺ウケると思うんやけど、これ全員好きなんだって。そうすごい雑なこと言っちゃったけど、卵をソーセージ米の上にのせるみたいなドンみたいなのあるやん。これにご飯あったらもう出てきたら嬉しい朝食1位みたいなところある気もするけど、あれはうまいぞ多分。家庭レースなんだよな。これうまそう。贅沢だ。結構飲んだし大きな口で絶対頼むなきゃ。うまっ、うまっ。これワンチャン雲仙ハムエッグやるぞっていうぐらいすごい美味しい。普通のハムエッグも美味しいけど、これすごい。しっかり使った。これありそうでなかったナンバーワンなんじゃないかってぐらいから、雲仙ハムなんて名前聞くけど違う。うわめっちゃ美味しいよ。雲仙ハムのこの肉厚な感じも相まって、香りいいわ。やばい、朝出てきた。そうそういうこと。マジ全員パクった方がいい。これはもうやろう。やった方がいいこれ。まあこういうことです。ぜひ。あともう一個頼みました。こちら博多ホルモン焼き。多分これはもつとかやけど、ニラとかキャベツとか玉ねぎとか焼いてるやつですね。もつ鍋にちょっと似てはいるけども、こっちの方がもうより香ばしくなるんじゃないかなとは思うけども、さっきは僕がさ後半頼んでるやつ全部米欲しくなってるな。確かにね。これだって定食のあれやん。これも白米が欲しいね。いやいや、そうなんよ。いただきます。これうまいな。もつ鍋と違って中華風の味付けなんですよ。ちょっとコクがあったの。めっちゃ米これこそ白米かもね。うまい麦。めっちゃ美味しいよ。いやお昼はないよね。さっきの雲仙ハムエッグの定食もないし、他のホルモン焼きの定食もないんだけど、これあってもいいんじゃないかなってくらい美味しいけどな。いやどっちもマジであってほしいね。ね、マジ超うまいわ。ハムエッグに関してはこのさキャベツがさもう全てのうまみ吸収してるからさ、キャベツでね一杯いけるよ。いけるよ。ぶっちゃけとんかつみたいにキャベツあったったらおかえしてるもん。確かに超美味しい。マジでうまい。匂いがついてまして、やっぱでもお酒は進むね。でも結構食べたからね。お酒あと頼みつつ残ってるのだから食べ飲みしようと思うんやけど、やっぱりご飯は気になる。そうね、鶏飯もいいし、でも明太子のおにぎりもいいし、でもね、博多って言ったらね、ラーメンも有名じゃないですか。今回頼まなかったけど、明太のだし卵とかもあるしね。いやー絶対うまいから。とりあえずまあその辺は考えながらお酒お借りします。ありがとうございます。はい。すごいよな。これ4杯目が100円ってすごいよね。これただのチェイサーみたいな感じだけど。ありがとうございます。はいどうも。こんなわけで4杯目、ここから100円です。日本酒ちょっとね異常。おかわり。日本酒が量多い。いただきます。後に残るしっかり辛めな感じやもん。これ100円だった以降いろいろ飲んでもいいと思うけど、日本酒とか焼酎ロックとかはやめてもいいと思います。ちゃんと飲める範囲で飲みやすく楽しんでください。まあこれもつ豆なんですけど、さっき肉刺し盛り柚子胡椒ついてたので、ちょっとこのね柚子胡椒、はい、まあうまいだろう。いいと思います。うまい。めっちゃ個人的な話だけど、チェルミコ好きだけどチェルミコ流れてるのも嬉しい。BGM もね。ああうまい。いやでも結構食べたね。多分こんなに食べへんと思う他の人は。なんで例のごとくですけど、あんま価格は参考しないでください。さあじゃあね、なんだかんだ飲み食いしました。締めます。最後はもうすごいなバカでか。いやこれにじゃあもうしみしみのね。しみしみのもうしみすぎたといっても卵じゃないキャベツに乗っけてバーガーみたいになって、何を食おうとしてた俺。いや俺むずい。あまあいけるか。いけるいける。怖っ。いただきます。でかっ。ちょっとでかい。あっいける。あなたならいける。いきます。じゃあいただきます。うん、でかっ、うまい。さすがにでかすぎ。我々だったね。いい飲みっぷりだ。いや、うまかった。まあ、よう食ったよ。じゃあ、出たいと思います。ということで、行ってきました。腹いっぱい。食べた。食べたね。おにぎり食おうかなって悩んだけど、食わなかった。食ってたらさらに腹パンでしたけど、普通の人は多分、あれにもうちょっと品数が少なくて、食べるとしても、締めちょっと軽く食べるみたいな感じだと思うので、客単価多分4000ちょいぐらいなんじゃないかなとは思う。なんでも参考にしてもらった、ピックアップしてもらったなと思います。中野駅からちょっと北口に歩くところなんやけど、この辺も、すごい飲み屋が密集してるので、めっちゃおすすめです。俺はね、まだ行けてないんやけど、これのマジ目の前に、居酒屋中ちゃんという海鮮のお店があって、ここもすごいとすごく噂されてるお店があります。こっち側は本当に飲み屋が密集してるので、はしごだけにすごい向いてるような場所なので、よかったらね来てみてください。美味しかった。腹増えた。ということで終わります。以上、どうでした。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。直高酒場、最高のビールが飲めるお店をついに始めました。樽、ガス圧、サーバー、グラスを徹底管理して最高品質のビールが飲めるお店になってます。場所は西荻窪です。こちらも良ければぜひ来てみてください。次の動画もよろしくお願いします。